最短最速。どうもちゃん、篠原です。今回は受験勉強に限らず物事を最短最速で目標を成し遂げる、唯一の方法ということについて話したいと思います。で、今回話すことはまあなんだそんなことかと思われることかもしれませんが、すんごい大事な話をします。で、今考えてみてください。今あなたが住んでいるところから、アメリカのニューヨークに行かないといけないとしましょう。最短最速で行こうと思ったらどうしますか？最短最速でニューヨークに行く方法ですね。どうしますか？まあ僕今神戸住んでるんですけど、僕だったらまあ神戸の、自分の家から、神戸のまあ家ですね、線が一本多いですけど、神戸の、自分の家から、とりあえず JR ですね、 JR に乗ってで、その後まあ多分関空かな、関空から多分出てると思うんですけど、関空に乗って、関空からまあニューヨークに行くと思うんですよ。これが最短最速だと思うんですね。で、まあ多分あなたもそうだと思うんですよ。まあこれ関空じゃなくて成田の人も多いと思うんですけど、まあこれ多分全員似たようなもんだと思うんです。で、これね、受験勉強でちょっと考えてみてください。英語の偏差値を10上げようと思った場合、英語の偏差値を10上げようと思った、頑張って勉強したってなっても、まだ家から駅までしかついてないんですよ。で、ほとんどの人はここで諦めるんです。大体、あ、ダメだと、英語の才能ねえやって諦めるんです。で、まもうちょっと頑張ってみようと思って頑張るじゃないですか。うわ、まだ日本国内じゃねえかと。関空って大阪ですか？僕だったら県1個しか動いてねえと、国境越えねえといけないのにって思って、大体の人がやっぱりここで諦めるんですよ。で、これね、何が言いたいかっていうと、意外と世の中の物事ってここなんです。一番きついのって、家で靴を、まあ着替えて靴履いて玄関のドアガチャッと開けて、僕の場合だと駅まで1キロぐらいなんですけど、駅まで1キロぐらい歩くというのが一番しんどいんです。で、これね、駅まで歩いてみたら、あとは改札通って、まあ数百メートル歩いたら電車乗れるんですよ。で、関空着くじゃないですか。で、関空で手続きでまあいろいろあって、多分まあせいぜい1キロ歩いたら、あとは座ってるだけでニューヨーク着くんですよ。なんですけど、これを気づいてないことが多いんです。なんとなく、たった1キロ動くのにしんどかったら、ニューヨークまでまあ何千キロもあると、この辛さがあと3000回もあるんかい、そんなもんできんわって思ってやめたりとか。3000って少なすぎかな、ちょっと僕わかんないですけど、多分3000ぐらいですよね。一周って、地球一周って3400ですか、半周が3400ですよね。だからまあそんなもんだと思うんですけど、3000倍もあるからしんどいと思いきや、その実一つ一つっていうのは、最初が一番しんどいのであって、あとは意外となんとかなるんです。なんとかなるんですよ。僕の人生経験からしてもそうです。まあちょっとこれはね、起業ってことになっちゃいますけど、起業家として一番大変だったのは、売上ゼロから売上1万円にすることです。これが一番大変でした。で、ということなんですよ。まあそういうことなんですよね。世の中っていうのは一番最初が一番しんどい。で、一番最初にしんどい思いしたら、あ、今後もこんなしんどい思い続くんやったら、もうやりたくないわって言って、だんだん手抜いてくるんですよ。ライバルがどんどん抜け落ちていくんです。基本的には。で、もちろん、勝ち進んでいったらそこはそこで競合がいるんですよ。もうそれまで勝ち進んできた猛者ばっかりですから、いや、こいつと戦うんか、マジか、みたいな人が出てくるんですけど、大体そういう時って、こんな人が仲間になってくれるんだ、マジかっていう人が仲間になってくれてます。大体、人生っていうのは。まあ、そんなもんです。だから、ドラクエとか、ポケモンとかって、
レベルが1から2になるのって経験値少ないけど、レベルが99から100になるのって経験値めっちゃいるじゃないですか。なんかね、人間の世界あれの逆です、基本的に。1から2になるのめっちゃ大変。レベル1から2すっげー経験値いります。もう学ぶこといっぱい、観覧深くいっぱいです。なんですけど、意外と99から100とか、あるいは50から51っていうのはそうなでもないと。で、何が言いたいか、最短最速を行きたいならば、今目の前の最善の一手を打ち続けるしかないということです、うん、僕の、メルマガ3ヶ月で偏差値10上がりますと言ってます。なんで3ヶ月取ってるのか、それは最善の一手を打ち続けるのが最短最速で、最善の一手を打ち続けてもやっぱり90日はかかるんですということです。どうしてもかかっちゃいます。うん、これはまあ少なくとも僕の実力ではかかるんですね。ただやっぱりそれでも最善の一手打ち続けるしかないんですよ。それがやっぱり最短最速を僕は行く道だと思います。うん、1日で偏差値10上げる、僕もそんなこと言ってみたい。でも残念ながら僕の力では無理です。はい、まあ、せいぜい合宿で、まあ、点数が 15% 上がったとか、それぐらいですよ、センターの点数が、15% だったら偏差値10ぐらい上がってるかもしれないですけど、それでもやっぱり丸、まあ1、2週間は必要です。残念ながら僕の力はそんなもんです。で、多分人間の力ってそんなもんですよ。そんな一瞬で変わることなんてまずない。ただし1個だけ例外があって、まさに関空からニューヨークの空港に行くように、一気にジャンプする瞬間というのが人間は来ます、うん、これはいつ来るかは分からない。僕も分かりません、本人にも分かりません。でもどっかのタイミングでバンと爆発する瞬間っていうのが来ます、人間っていうのは。その瞬間っていうのは、まさにまあそのまあ鋼の錬金術師風に言うと真理の扉が開いたみたいなもんなんですけど、まあ、そんな感じになるんですよね。あ、こんな世界観があるのかという驚き、新しい発見、そういうものによって一気に物事が理解できる瞬間っていうのは期待します。だからこれ関空からニューヨークまで座ってるだけですけど、一気に 3000km ぐらい進むんですよね。っていう、まさにジェット機に乗るような瞬間が来るためには、やっぱ頑張って駅までは歩かなあかんわけです。で、歩いて行って、で、歩いて行ってからもやっぱりゆっくり鈍行なのか何なのか知らないけど、えっちらおっちら電車乗らないといけない。これまだ神戸だからいいですけど、僕前長野住んでましたからね。長野だったら家から長野駅まで何キロもあるんですよ。何キロも行って、長野駅からそこから、東京だったら、新幹線乗って、で、その新幹線乗って東京駅着いてから成田まで行くのに前モノレール乗ったりとか、めんどくさいわけだっていうのをやらないといけなかった。でもやった結果やっぱり目標には達成するんですけど、じゃあ何でしょう、僕がですね、その例えば神戸でもいいし長野でもいいけど、家から出て 500m ぐらい歩いた段階で、なんでこんなしんどい思いしたのにまだ全然つかねえんだと思って家に引き返してたら、一生つかないでしょ。うん、なんですよ。だから最短最速行きたかったら、とりあえず目の前のタスク一つ一つをこなそう。とりあえず大学受験、それを大事なものにする。それはもちろん大事なんですけど、とりあえず目の前の宿題を終わらせないと大学受験もクソもありません。僕ずっと言ってます、受験勉強戦略大事だよ。それはなんでかっていうと、戦略間違えると神戸からニューヨークに行くつもりが神戸からブラジルに行っちゃうんです。だから戦略は大事です。確かにニューヨークまでどういう風に行けばええんやろって考えることは大事なんですが、考えた、家から出なかったじゃダメなんです。とりあえず方向間違ってでもいいから家から出ろと、うん、とりあえず駅行けと、とりあえず関空行けと。で、ここで間違いに気づいたってこうなってもいいけど、そもそも家から出なかったら僕はその人受からせることはできません、うん、っていうことです。はい、最短最速行きたかったら目の前のことを一つ一つ片付ける。これはね、もう親とか先生とかいろんな人から言われて、もう耳にタコができてると思うんですよ。で、耳にタコができてると思うんですけど、なんでそうしないといけないのか。それはどんだけ勉強法を研究して、俺が戦略立てようが、自分で勉強計画立てようが、
どんだけ完璧なものを作っても最初の一歩の行動をしなければ何も起きないからです。そして最初の一歩が一番しんどい、一番七面倒くさいのは最初の一歩です。あとは意外と楽なんですっていうのが、まあ、最短最速でいく方法でした。まあ、この動画を見てる人にね、どれだけその起業っていうことに興味があるか、ある人がいるか分かりませんが、まあ、私の師匠ですねは、今何十億円というお金を稼いでいます。何十億円というお金を稼いでいて、ほとんどかどうか分かんないけど、まあ、募金してるということでね、天皇陛下や、安倍さんとかからも賞状をもらっている、そんな素晴らしい人がいるんですが、毎回質問するたびにこういうことを言われます。いや篠原君と、確かにそういう疑問持つの分かると。なんだけれども俺としてはその当時、確かあの時は30歳ぐらいだったと思うけど、その時を一生懸命やってきたから、まあ後から振り返ってみてあれが自分にとっての壁だったとは思うけど、その時はその時で一生懸命だったに過ぎないけどねって言ってくるんですよ。その通りだと思います。やっぱり最短最速行こうと思ったらいろんな壁出てきますけど、壁一つ一つ越えたら一応前進はするんでっていうのがね、まあ、分かってもらえたらなと思います。ということで今回のこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。